今週のシネマ通信は人気沸騰中、今をときめく韓国2大スターに密着、そしてレオナルド・ディカプリオのアクション最新作をお届けします。 This program is presented by Shiseido。 近年ハリウッドで活躍する日本人が急増中。ちょっと振り返っただけでも華やかな世界のレッドカーペットに登場する日本人スターのなんと多いことか。そして今年もブラピと役所広司が出演したバベルでは、女優菊池凛子がアカデミー賞の前哨戦といわれる全米評価協会賞の新人賞を受賞、注目を集めています。日本で女優をしていたらこんな経験はまずないと思います。一方こちらはジェトロが主催する日本のエンターテインメントやコンテンツの品評会。ここで映画監督を目指す一人の青年に出会いました。 Thank you. I just want you to say thank you so much. And I'm not trying to keep making movies. And you guys can support. It's such a low budget film, you know, it's independent. But I think this movie fucking kicks ass, man.総予算1000万円で作ったという北村明宏監督の最新作 I'll be there with you。 アメリカで映画制作の勉強を始めた頃に体験した波乱万丈の日常をモチーフに、自ら脚本と主演も兼任。これまでの日本人のイメージを覆す意欲作となっているとか。とりあえず僕 の、 最新作の I'll be there with you っていう映画では、もうめっちゃけ、あ、もう僕演じてるんですけど、すいません、めっちゃけもう、プレイボーイの役で、アメリカだと、アメリカの映画とかメディアだと、全然日本人とかアジア系の人がキスとかすんのも全然ないみたいな、多分アジア系、日本の役者さんとかもやってて、ちょっとなんか、ムカつくみたいなところもあると思うんで、そういうのちょっと壊したくて。そんな北村監督も、普段は制作費を稼ぐため、日本食のファーストフード店で働く毎日を送っています。今日の僕の夕飯です。極秘なんで。しかし一発当てれば見返りも大きい映画界。そこで彼が目をつけたのがインディペンデント映画の見本市、アメリカンフィルムマーケット。世界中からやってくる映画バイヤーに自らの作品を買ってもらおうと、北村監督が作品を託したのは日本の配給エージェント、イレブンアーツ。国際的に通用する優れた日本映画やアジア映画の配給先を開拓しようと設立されたイレブンアーツ。最近では吉川ひなののハリウッドデビュー作となったサイコホラーホーンテッドハイウェイを制作。若手映画作家たちに世界へ羽ばたくチャンスを与えてくれる存在となっています。この日もイレブンアーツのブースには世界各国の映画バイヤーが殺到。もちろん北村監督の作品に注目する人も多く、いきなり商談へと発展するケースもありました。正式契約までこぎつけるといいですね。いい映画作って、日本の皆さんにこうやって見てもらえるように、努力するんで、ぜひ応援してください。さまざまな困難を克服し世界に向かっていく日本の若者たち。彼らがハリウッドの第一線に立てる日ももう夢ではなさそうです。